皆さんこんこにちは大樹です、えー、2020年1月からスタートしたエッ、えー、センシャルクラスというね2日間でコーチングを学べますよという <laughs>、あのー、クラスのためにねまあ本当に何がポイントになるのかってもう一回整理し直したりしてまあその中から大切だと思うことを、えー、ここ何日かね、えー、ビデオでも皆さんにもシェアしようとしてますけど昨日のビデオで、えー、お伝えしたいい人ね正しい人よりいい人であろうって <laughs>、まあ、これすごく大切な考えだし、まあ、背景があるのね。で これれでじゃんこれですえー、自己実現傾向と中核三条件でこれねカル・ロジャスっていう人の写真ですけれどもね、えー、人間はそもそもまあ自己実現傾向実現傾向なんていう言い方を、えー、する時もありますけど人間はそもそも実現傾向自己実現傾向を持っておりそれはある種の人間関係の中でよりよく発揮されるというのがまあ カウンンセリングのね神様っておかしいかなでもまあカウンセリングを始めた人ね開発した人とも言えるし、ね、現代のねそしてコーチングの、まあ、始祖というかこのおじいちゃんとも言えるんですけれどもこのカール・ロジャースという人がね信念として持っていたまあ基本の前提として持っていたのがこの考え方です。 人間はそもそもそそ自己実現傾向を持っているとそしてそれはある種の人間関係の中でよりよく発揮されるということです。である種の人間関係って何だろうって言ったらいい人といるとってことなんですよ。でいい人だとざっくりしすぎてるのでまあ、えー、このね条件が3つありますよとね中核になる条件が3つありますよと言われててそれが一致需要共感というやつなんですね。でこっち側だから高知側はね 一致してる一致っていいるる一致とううののは自分の人生生きてるっていうことですしかも過去にとらわれてたり未来に不安持ってたりするんじゃなくて今この瞬間やれることをやってるそのためにはこの瞬間を生きてるってことですねそして自分に気が付いて自分の欲求に気がついたりね自分の生きたい生き方に気がついてそれを実践してるような人間であるとねこれが一つ目の条件。 だからね、あれなんですよ人が人があるの前に自分がなんですね自分が今ここに生きてるね自分が自分の人生を生きてるっていうことが実は対人支援していく上では一番重要な条件ですで、す二つ目「需要」ってやつですけれども相手のことを全部受け入れるっていうことですね。相手がだから言ってることやってることねで何もやってなくてもねで、それを一旦全部受け入れるその上で共感、まあ、この「共感」っていうのがねちょっとワードがいまいち分かりにくいんですけれども。 コーチング用ででいうう関心というやつです。相手に関心を向ける相手の世界を知りたがる、ね、相手の内的世界を知りたがるっていうような言い方をロジャースはしてます。だからその人の世界ってどんな世界なのかそしてその人が本当に望んでることは何なのかね。で、まあ、欲求と言ったりしますけれどもその人の本当に望んでるところが何なのか、ね、を探していく、ね、そのことに関心を持ち続けて今ここにいるっていうのがいい人ですよと。だからそういうふういにこう理解してみててみね、自分のの人生生きてるで、今この ここに来てるで一生懸命自分に向き合ってくれるで自分のこと全部一回受け止めてくれるねでそしてその上で自分の世界に関心を持ってくれたりそして自分の欲求ね本当に望んでることが何なのかに関心を持ってくれる、ね、でそのことを大切にしようとしてくれてるがいい人であるとまあロジャース風に言うとそういうことになるっていうことですそしてこのことがあればカウンセリングであろうと何であろうとまあコーチングでもいいし別にもっとね親子関係であろうと、えー 会社の同僚、上司、部下ででであろううと、何でもそうなんです。こういう人間関係があればそこで自己実現していく要は自分の本当の気持ちに気が付いてそこに向かって動いていくっていうふうに人間は変わっていきますよというのがロジャースの教えです。参考まで。でそれでは。